ワンチャン勝てるというところを見せたい僕は。マリオステップ、自分にエイムがおじいちゃん。どうも、チャップです。スプラトゥーン2をプレイしていきたいと思います。ということで、今回はですね、スプラトゥーン2の動画気づいたら全然上げてなかったやんって、やばいやばい、引退しかけてたわっていうね、動画界になっております。とりあえず自分にナイスして頑張っていきましょうか。もうすっかり上げんの忘れてましたよ。もうなんてことはパンナコッタや。皆さんでも安心してくださいね。スプラトゥーン2飽きたとかさ、もう動画上げへんとか、そんなんではない。ただシンプルに色々してたら完璧に上げんの忘れてた。まあそれだけの動画でございますね。さあ久しぶりに頑張っていきましょう。そしてマーニューバーを持ってきたんで、マーニューステップ自分にナイスをぶちかましていきましょう。これをしたいかダメだけに噛みながらも、僕この武器選んできたから、もうそれするためだけにこの武器持ってきたからね。マーニューステップ自分にナイス、もうそれだけ。今回の動画はそれだけでございます。完璧に、てかちょっと動画上げんのもね、ちょっとサボってたしさ、もうマリオばっか上げてたからさ、マリオにちょっと浮気してた。あれやん、一応ね、あれやん、スプラトゥーン2以外にもね、動画いろいろ上げてるんでね、そちらの方もね、皆さん見ていただいてですね、笑っていてくださいっていうね、この動画の宣伝もしっかりできたんで、あと、あ、やばい、マニューステップや、ちょっと、マニューステップ自分にナイスでスクリックリンは避けれるはずやけど、避けられへんかったらデスする。なんてことだ、あ、これパンナコッタか、うわ、パンナコッタキルできそうやったのにな、全然できへんかったし、意味わからんし、そのキル名みたいなとこになってるけど、ちょっとね、これちょっとやばいねんな。マリオステップ自分にチャップ。イエーイ。あ、いいですね。エイムおじいちゃんかなと思ったけど、まあまあそこそこおじいちゃんぐらいでキープできてんちゃいますか。でスクイックリンの人はもうめちゃくちゃ半端ないパワーで押してくるんで、ここ、こうやって、ここでここでここでこっち、こっち来た。全然来てくれてなかった。悲しみですね。そう、デスせえへんように立ち回ったらさ、こうマルチミサイルでね、このビタミンアタックができるんで、こうマルチビタミンを敵の人に摂取してもらうことができるんで、多分ね、いい体になると思うんで、敵の人をね、強化してあげたいと思う、ほんまに。敵の人を強化していいんかみたいなとこあるけどね。まあ、ちょっとよくわからないけどね、マルチミサイルがなぜマルチビタミンになっているのかも意味がわからない。めちゃくちゃな実況させていただいております。体重も意外としていきましょうか。さあ、そろそろちょっとマニューステップしたくなってきたんで、マニューステップ、ジブリナイス。お、ナイス、ほんまにリアルナイスじゃん。いやー。調子乗り始めて立ち回りしたらこうくなるっていうね、ちょっと噛みかけてますけれどもね、まあ、絶好調ということでね、粒吉がおるですやん。粒吉言うたらタヌ吉、粒あん言うたらコシあんやから、コシ吉とかおらんのか。豆吉ですけどね、相方はね。あ、じゃ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 い、エイモおじいちゃん。自分からマニューステップで今ちょっとキュッてなって、自分から弾当たりに行くみたいなね、どんだけデスしたいねん。僕は多分ほんまにスプラトゥーン2の動画上げてる人の中で今一番デスしたいっていう気持ちを表せたんちゃう、動画内で。そんな、やばいやばい、これ追ってくるんちゃう、これ上からチャージキープとかしてきて。あ、そんなこともない、あれ意外と平和。あ、インカーマはもう無理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 だよ、それは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 無理無理無理、それはそれはオッケーナイス、完璧じゃん。最後の最後でいいキルができてよかったですということで、まあ、とりあえず皆さん、スプラトゥーン2飽きてもないし、引退もしないんでね、どん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 いろんな動画上げていくんで、よろしくお願いいたし、チャップということで、思いっきり負けておりますね。ジャッジ君の目が卵の黄身ぐらい黄色かったですね。残念ですね。ではお次、コンボトラックでマニューステップジブリナイスぶちかましていきましょうか。まあまあ調子いい気がするからさ、マニューステップアタックがめちゃくちゃ決まる気がするんでね、それ頑張っていきましょう。データ消えたっていう名前めちゃくちゃもうショックやんそれ。名前に悲しみがすごい込められていました。そんな味方の人にナイスを捧げてからのマニューステップジブリナイス、ありがとうございます、ごちそうさまでした。とで、あれ何何何、あ、ナイス玉お化けか。これ一人の人にロックオンして、これ来る？そこ 100% 潜伏してんねん。あれ ?100% が外れたぞ。ほんで、誰誰？プロモデラの人か。あれ？おーい、ちょっと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 、まぶらぶらぶら、おい、ナイス！うわ、潜伏してたー。もう絶対おらんと思ったのに、まだ潜んでたんですね。危なかったよ。もうめちゃくちゃすごかったやん。ポケモンしてる時の草むらに突撃したらいきなり敵とエンカウントするぐらいの衝撃はありましたね。例えがよくわからないですけど、とりあえずマルチミサイル2枚ロックオンナイスをしておきましょうか。
それ挟みましょうか、向かってましょう。それ挟める、あ、待って、ハマ太郎か、とっとこ、とっとこ、イカスフィア太郎がおると、とっとこ、走るよイカスフィア、ナイスやん、シンプルイズチャプー、いこと、あ、待って、いいね、いや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 、クイックボムのその一発の暴力力、力、暴力力って何、ここおるでしょ、あれ潜伏してない、あ、左から来る、あ、こっちから来る、誰誰誰誰、ちょっと待って、ガロンだけはほんまに怖い、二角で一瞬でそのマニューステップ言うてやってたやられるからな、あ、ちょっとやばいぞ、これはやばい、これマニューステップ噛めないですよ、こういいね、いい、いい動きしてんじゃん今のはちょっと読みがちできましたね、はい、マルチミサイルプレゼント、さあキルしたいぞ、この、この人キルしよう、いやもう素晴らしいな、味方の人、でガロンどこ、ガロン、もうガロンがやばいんですよ、ガロン聞いたらのガロを思い出す、あの仮面ライダーみたいなやつね、金のさ、あ、これガロンですやん、ちょマニューステップ自分にないっすね、ワンチャン勝てるというところ見せたい、僕はマニューステップ自分にエイムがおじいちゃん全然勝てたけど全然負けたシンプルイザチャップってやつですね、まあ、エイムがおじいちゃんは僕はあの365日いつでもウェルカムなんでね、もう しょうがないんですよ、それはほんまに、もうウェルカムずつ、ウェルカムトゥーザチャップやね、あれこれもしかしてずっと僕が恐れてた二角で溶かされたさよならチャップあそこでめちゃくちゃあれやぞ、爆発してんぞ、もうデータ消えたっていうし、その悲しみをさ勝利につなげよう、僕ほんまにアシストするから、あ、ちょっとやばいやばい、ちょっと二角強ナイス消臭ビーズありがとうございます、さすがうちの消臭ビーズこと長州力さんはすごいですね、ちょっとなんかおるぞ、なんかおる、これはもうこナイスですねちょっとエイムがやばいかなと思ったらマニューステップ別にしなくてもいいです、あ、こういう時ナイスやな、ほんで射程がちょっと負けてるかなっていうところで、マニューステップジブリナイスぶちかましていくとい もう素晴らしい作戦通りや、オッケー、リズム持ち返してきたよ、いいよいいよ、でちょっとマルチミサイルでもプレゼントしましょうかね、ナイス、いいですね、皆さんナイスの連携感すごい、でビーコンのモノマネをここで一回一周入れといて、さらに僕の運気を上げていくという、これクイックボムでちょっとアシストするわ、ちょっとこれ最後勝負勝ちたいな、マニューステップ、マニューステップチャップにナイス、ありがとうはーい、ということで2試合目は勝ったんちゃいますか、あ、これはいきましたね、もうすっごいアスパラガスの色が秘めてますもん、うわー 65.1% なかなかの足を具合で勝たせていただきました、あ、長州力2人いたんですね、長州力と長州コルキが味方にいたみたいです、さあラストも昆布トラックで華麗に決めていきましょうか、さあどんな感じですか、はい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 、おー同じスパッタリーがいますね、じゃああのスパッタリーの人に敬意を表してマリウスやジブリナイスぶちかましていきましょう、はい絶好調いい感じですね、ナイスもしてくれてます、ありがとうございます、さあバナナチーム、レモンチーム、パイナップルチームの力を見せていきましょう、誰のクイックボム、あ、シャーピーなマーク、シャーピーマークか、シャーピーマークってなんかどっかの俳優の人みたいな外国の、そんな名前ではないぞ、シャープマーカーやしな、しかも、あ、クイックボムがいた、いたいたいた、いた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 、お腹痛いっていうぐらい痛いでも大丈夫ですよ皆さん、僕もクイックボムあるから負けてないから、それがもうチャップクオリティやばい、9番ボムの爆発力、そして後ろがすごいヌリヌリヌリヌーだわいやー怖い怖い、あ、インクアマですね、インクアマつけてもらったら、そんなん僕だってこうやってもう攻めるパワー出てくるけど、エイムおじいちゃんしスクイックリの人おるんでもうすぐ帰りましょ うやばいなと思ったらもう僕クイックボムあるから、僕だって今日クイックボム忍ばしてきたからね、懐に、だからそれをねうまいこと使っていきたいけど、これ取られてんじゃん、そっち、あ、ほらほらほら、めちゃくちゃぬり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 されてるけど、それぬり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 ぬ、ありがとうございますいい感じですね、ちょっとなんか、え、なんかロボットボムの音がする、ロボットボムの、ロボットボム、スポンジボブ、今おったよね、ちっちゃいスポンジボブが、おわいいアシストありがとうございます、そうマルチミサイルの爆、そうアシストでいいんですって、僕はもうそんななんかちょっと地味な地味な試合でいいんですよ、ほんでここ確実にねちょっとね先にね足場にね奪っていく、こうやって足場をこうやっておしゃれなキルしちゃうから、おしゃれなキルシャープマーカーの人がね多分ねこの横から入ってきて自陣を荒らすという立ち回りを多分試合あと1分半ぐらいか終わるまでねずっと多分固定の立ち回りしてくるんで、ここしっかり押さえといたらもう確実に我がチームは勝利を得ることができますよ、僕の予想が外れてたらもうそれは知りませんけどね、あ、ちょっとやりすぎたかな、やりすぎた、やりすぎた、おーやばいやばい、クイックボムの暴力だあ、ほらでもシャープマーカーの人来てるでしょ、まあ、ここうまいことね抑えられたらいいんですけど、もうちょっと前出てきてくれんかな、こうもうちょっと、あ、もうちょっと、そう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 、ごめん味方の人僕の完璧な読み通りやったのに思い切りでした。あ、でも
もダイナマルじゃないですね。そう、戻ってきてくれてるや、戻ってきてくれてる。その心ね、その心意気、あ、うまいな、エイムナイスすぎやろ、ほんまに。僕がエイムおじいちゃんやったら味方の人がエイム噛みてくれるっていう、多分そういう仕組みになってるんですよ。こう潜伏してるそうだからすごい怖いんだけど、大丈夫です。大丈夫ですか大丈夫そうかな。ちょっとマルチミサイルでいい感じにちょっとアシストしたいんですよ。 OK、 味方の人どうぞ。これでちょっと元気になって、ほんまに僕のマルチミサイルで華麗にアシストする。いいね、いいねそれ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 。ちょっと待って、シャープマーカー、あ、これほらシャープマーカーの人いるでしょ。もう分かってて、分かってて、完璧に僕の計画通りやってん。そう、挟もうか味方の人。いや、ごめん味方の人、待たれてた読みは合ってるけど絶望的にもう終わってるっていうねここちょっとぬり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 して終わりましょうか。はい、お疲れ様でした。ということで、さあどうですか結果は。結果はこれ思いっきり負けましたね。真ん中のナイス玉が綺麗ということが分かりましたけれども、バイバイ金でございますまあでも2勝1敗じゃないわ、1勝2敗ということで、1回勝てたんで感謝永遠にというお言葉を添えてですね、さあ皆さん、今年ももう少しで終わってしまいますけども、来年からいい、なんやろな、いいリズムで始めれるように、もうめちゃくちゃ動画こう投稿ね、頑張ろうと思う。めちゃくちゃ噛んでるけどな。はい、ということで皆さんご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ではバイバーイ。